じゃあ2回目行きましょうか。ラスト投資。ラスト投資。皆さんラスト投資です。確かに全員揃うんだね。ラスト投資。そうそう、アンちゃんの。じゃあ録音お願いします。はい、どうぞ。こういうのする空間みたいなところで、どちらかというと結構イベントに対する雰囲気、求めてる雰囲気みたいな。でなんかまあこう R&B、 略して RB っていうところが、まあ、自分がルーツとして R&B をやってるっていうのがやっぱ根底にあって、自分なりの R&B を提案する場所になる、なればいいなっていうのと、これからの自分に対するスタート地点としてできたらいいなっていうのがありますね。なんか個人的なすごいそういうのを表現、口で表現するの難しいけど、弦が入って、まあ、ブラスが入ることに対しての結構なんていうの、この最近の音楽的なあの、まあ、ヒップホップとかもそうやけど R&B もやっぱブラスが入ることに対して割とナチュラルな、なんていうんですかね、聞き覚えのあるその良さみたいなのがやっぱりあって、で勢いがつくなっていうのがやっぱなんとなく想像がついてたんやけど、やっぱ弦が入った時のこう、まあ単純な言葉ですけど、ドラマチックさとか情的なところがものすごくこう拡張されて、自分の思ってないようなこう、この曲でこんなに心がグッてくるんだみたいなっていうのが結構いっぱいあって、やってる自分自身もこんなに感動するんやから、なんか聞いてもらったらどうなるんだろうっていうのがかなり今楽しみですね。本番前ですけど。
ままでいた。いつか絶対一緒にやろうねみたいなのは言ってて、でメンバーは多分その竹蔵はカンのメンバー揃えてくれて、でシュウさんはシュウさんのそのカルテットはいつものメンバーやねんな、ほぼ固定やで、まあほぼ結構だからほとんどっていうか全員俺は知り合いだったけど、うんうん、まあ、微妙にそのスケジュールでマイナーチェンジをするけど、うんうんうん、最強です。だから多分間接的にはステージに一緒になったことって多分弦に関しては俺何回かあると思うんだよな、ショーモアのステージ、そうだね、ショーマンのリキッドの時にも本当に一緒だから、なんかそういう意味ではなんか満を持して感はすごいあるっすよね。あっちゃんに関してはどっちもめちゃめちゃ仲いいから長いから、そうだね、
ね。なんか2人とも結構仕事で気に入くアレンジというよりもかなりこう楽曲を聴いて理解して攻めたというか、だから俺らと同じ目線でアレンジしてくれるから、もうそこは口出しせずというか、カンの方はね、ケンティーもかなりアレンジに参加してくれてというか、トップラインは全部ケンティーが書いてくれたから、まあ共同でみんなでやって、なんか踊らせたいっていうのがベースにあるから、その重さをすごいいい塩梅に軽減してやってくれたというか、あとはなんかやっぱり合わす時間が結構あったから、多分それも良かったんかもしれない。なんかリハで一発目にみんな全員揃って最初にやった人のこととかで、どんな気分だったか覚えてたりしますか？いや、なんか俺はなんか弦が入った時になぜか涙が止まらなくなった。ちょっと泣いてたよね。そう、全然泣いてた。なんかやっぱりなんていうのかな、感は結構交わるというか、自分が昔その歌やりだしても、その部活の先輩が大人になってやってて、ビッグバンドでボーカルやってやとか、なんか友達のジョズ圏の各祭でボーカルでやったりとか、結構ブラストやることってめちゃくちゃ多かったんけど、弦が全くなくて未経験の ところの感動をくすぐられたというか、でなんかすごい思い出しちゃった、なんかいろんなこと。そのままでもいいけど、自由になれるかな、ありのままはどこだろう、 Say hello and now that I know yeah, I'm only nobody else, tell me any other truth, I always think it I want me.そこだ It's all up to us あーもう消えそうだ You know I can't tell why it's so hard あーもうこれ以上は遊びは聞かない For it's too late、カメラがいっぱい。
ざーす。おはようございます。どうす。どうす。ステージ見に行こう。ステージどこ？ちゃうじゃん。やば、金利やりだ、やば。どうぞ。当日に誰も何もない。すごい。当たり前のことやねん。今日は来てる。おやば。おいっす。旅二段になってる。おはようございます。おはようございます。おはよう。えいっす、えいっす、えいっす。こう武道館ってみんなが言うから行って、なんかこうすごい想像するじゃない。もうなんか意外と行ってみるとなんかこう収まりのいい広さというか、なんかあと。もうそれもあるんやけど、なんかなんていうの、やっぱこうみんなが踏みしめてきたんやなみたいな、そもそも古い建物やから歴史を感じるみたいな、そういうイメージで、ここでみんながこういやあの手この手でやってきたんやなみたいなのを感じたというか、そういう感動はあったっすね。リハーサルが完璧、あまりにも完璧すぎてほぼ詰まることなく、何やったら予想通り理想通りに進んだから、なんかそういう意味での不安は全くなくて、なんかいつもより緊張の種類が全然違うというか、一回きりっていうのがあるから、そこの緊張感は1週間前ぐらいに来たっていうか、おおみたいな。あとアレンジ面とか演出面でいつもよりもこう派手にやしてる部分があるから、なんかそこの中に自分を持っていくっていうので精神収集をしないとなと思っていますね。なんかまあなんか登場がまずもうすごいもうスーパーボールみたいな、スーパーボールのハーフタイムショー、ハーフタイムショーみたいな出方をあえてこう、なんかシラップって結構あえてやってこなかったことってめっちゃあって、なんか分かりやすく派手なものとかをから離れていってて、まあ、その理由っていうのはミニマムにやっていきたいっていうよりかは、多分そういうことってタイミングとか予算とかそういうものでいつでも実現できるんやけど、なんかそこにプラスアルファ内面的なものがもっと成長したり、経験、小さい積み重ねの経験がもっと深くあった時の方がなんか取ってつけた感がなくなるんじゃないかなっていうところ で自分の人生的にもその全てがアーカイブになってほしいから、しっかりとしたなんかそういう意味であえてやってこなかったのを、この2年ぐらいテンション的にガンガンやっていこうぜみたいな、もう準備 OK ですみたいな感じになっててやっていってるっていうのがあって、 Thank you。ありがとう。アンコールありがとう。今日爪にやったからこれで終わりやね。1分も過ぎられへんね。
すごい厳しいね。俺も帰るわ。今回トロンボーンやるんですか。気にがする。もう帰るからさ。バチバチに1時間超したのに。マジでみんなありがとう。ちょっとだけ吹いて帰るって言って閉める。いやまあでも真面目な話すると、やっぱ自分がかなり完璧主義で、なおかつやっぱこの自分がの完璧主義にこれ付き合ってもらってるとも思うけど、でもなんか単純にそこがイケてるって、そういう感覚をイケてるって思ってる仲間がたまたまこう集まってくれたりとか、でも、それぞれちゃんとこう意見をちゃんと自分にもぶつけてくれるっていうのをなんかすげえ感謝してるというか、本当に求めてるもの、なんか誰かが我慢したりとか、なんかそういうなんか俺が一強みたいな状況じゃないっていうか、あと自分が例えばナーバスになってる時とかも、みんながそれなりにマイペースにみんな自分を持ってなんか過ごしてくれてるみたいなところも、ほんまに全てが結構完璧というか、超理想の現場になってて、そうなんかむずいのよね。俺はそう思うよ。それを思ってるけど、なんかその俺がみんなありがとうなっていうのも、みんな的には多分実際なあちゃん多分みんなほんまにいつも俺のなんかわがままに付き合わせてみたいな感じで言うのは、なんかそれはそれで俺的には違う気がするっていうか、でもなんかそうね、なんか言うことがあるとしたら、もうちょっとこれからも本当にこれを続けて自分たちでどこまでいけるか見てみたいよねっていうのが現状ですかね。でそれを続けるためにやっぱこれ結構体力いることだから、おのおのみんな自分のペースとか自分のその生活とかでストレスがあることも支え合っていきたいなっていうことを考えております。お疲れさん。お疲れ。あんた喉どうなっとんの。近い近い。終わった。ああマジで。お気が抜かれた。あマジで。全然歌いてへんからさ、めっちゃやめっちゃやだ、歌全然見せない。ありがとうございます。
もう一回しよう。もう一回しよう。もう一回しよう。